続き今年もお呼びいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちを知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、皆さん FM 山口は聞いたことありますか？ちょっとすごい手上がってきたけど、 FM 山口聞いたことありますか？はい、聞いたことある方、あ、結構いらっしゃる。車の、はい、ね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そんな FM 山口開局30周年を記念して誕生したアイドルグループです。はい、ね、はい、いや、そう、それで、あの、私たち FM 山口さんで、はい、あのレギュラー番組をやらさせていただいているんですけど、はいはいはい、まるっと俺見るという番組で、はい、金曜日の午後6時25分からなんですね。で、はい、今日はこう金曜日なので、ちょうど金曜日なので、はい、今日も6時25分から私たちの番組放送されるので、はい、よかったら FM 山口つけてみてください。よろしくお願いします。それでは、そんな FM 山口を聞いたことある方は聞いたことがあるかもしれない私たちのデビュー曲聞いてください。乙女の大冒険。それから始まる、また始まる、探しの
アウル担当の佐伯みずきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、元気いっぱいオレベルの最年少、水色担当の原田あずみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私たち実は毎週末にいろんなところでライブをさせていただいてるんですけれども、来年の1月29日に甲府市の甲府駅のすぐそこなんですけども、アスピラントというホールでホールコンサートを行うことが決定しました。今ね、チケット発売中なんですけれども、はい、チケットはね、はい、ローソンとか、チケットはただいまローソンチケットで発売中なんですが、もう、ね、忘れちゃう人とかいるかもしれないので、はい、今日この後物販があるんですけど、はい、そこで発売しています。はい、そうですけど、はい、そうなんですよ。で、なので、ちょっと少しでも気になった方は、はい、分からないことあっても、最悪司会の時に私たちが優しく